ミネタちゃん。震えながら、オイラと同じくせに、怖いくせに、なんで、なんで。くっしょー、なんだ緑やおめえ。かっけえことばっかしやがって。うわー、オイラだって、オイラだって。引きずり込まれな。これはあのガキの、どこで取れねえ。改弁だったし、奴ら一日くっついたままだぜ。バックドロップで爆発みてになるんだろうな。やっぱタッチだぜ、オールマイト。やれ、聞いて聞かない。ここは任せて急ぎましょう。おお、わーい、わーい、むちゃこちゃん、名案だ、ミネタ。うわぁ、奪い合い、違うって、これは一方的な略奪だよ。庄司君、なに、どうしたの、うららかさん。それそれはミネタ君の、一体どこから。ここからだよ、緑や。うわぁ、それあり。つゆちゃんと呼んで。ミネタチーム、圧倒的体格差を利用し、まるでスピンしただろうぜ。いい策だったから、あなたでも組んだのに。いつハチマキ失ったの。わかんねえよ。けどこれでもう失うもんはねえ。庄司、フルアタックモード。あの二組のポイント全力でかすめとるぞ。ミドリアちゃんのことが心配。手術だって言ってたし、リカバリーガールなんだから心配ねえって。そうよ、練習試験もあるのがプレートクだよな。中間級位、あんたは同族だと思ってたのに。お前みたいなやつはバカで初めて愛嬌が出るんだろうが。どこに需要あんだよ。世界かな。女体触りたい、モテたい。直球だね。戦う必要はねえ。なぜなら、オイラの必殺技はすでに決まっているのだから。グレイブラッシュ。すごいじゃん。まったく、お前がオイラのことかばったりしなけりゃこんな面倒なかったのにや。今回ばかりはおっぱいはお預けだぜ。ミネタゼロチーム、条件達成。わかんねえのは俺もさ、ミネタのおかげでクリアしたけど寝てただけだ。とにかく採点基準が明かされてない以上は。お前らのせいでさ、ビッチャビチャじゃねえか。離れてよミネタ。130万バルト。メロンあるぞ。みんなで買ったんだ、デカメロン。お部屋披露大会つったよな。なら当然女子の部屋も見て決めるべきじゃねえのか。誰がクラス一のインテリアセンスの持ち主か全員で決めるべきなんじゃねえのか。女子による容赦ない絶景が男子の競争心に火をつけた。第1回 A 組ベストセンス決定戦が今始まる。なに、なんだこれ。この誇りは何です、爆豪くん。
そこできて、ざけんじゃねえぞ。おいくらてめえ掃除もできねえのか。ごめん。待て、素人ども。ダンスとリズム、すなわち音だ。パリピア極上の音に乗るんで。音楽といえば、よかねえんだよ。遅刻の次はサボりだ。運べよ。ああ、ごめん、ボツボツ。早く氷全部片付け済ませようよ。ああ、悪い。ミネタさっきからカリカリだな。早く死ねえと、ミスコンの隕石取られんな。インパクト！ファイヤー！グループバックラー！ミネタ！モギモギはオイラにだけは引っつかず弾く性質を持つ。無作為に投げられたモギモギはトラップであると同時にオイラ専用トランポリン。すべて計算通りよ。もうこうだ！アシッドレイバック！グレープピンキーコンドー！あれ、ミネタ！早く！